現在進行形の話なんだが、私の浮気を疑われている。はじめに言っとくけど潔白ね。この人も働き夫婦だから、お互い自由な時間を作ろうと思うと夜になる。休日昼間は、二人で家でのんびりしたいという旦那の意見を尊重して出かけるなら夜。仕事帰りに美容院に行ったり、夜友達と飲みに行ったり。とは言っても、頻度も月1程度なんだけど、旦那に言わせると夜で歩きすぎ。浮気でもしてんだろ。と。旦那は家にいるのが好きな人。私は外でもたまには遊びたい人。旦那が仕事以外で外に出ることは半年に一度くらいなんだけど、それも会社の飲み会。旦那からするとそれが普通。月1飲みに行く私が遊びすぎらしい。友達とグループラインしてて、それもほぼ毎日やりとりがあるし、自分が送らなくてもグループで流れていくから毎日何十件と受信するんだけど、それも彼氏だろと。マナーにしてもランプ光るからまた来てるってなるらしい。昨日旦那がスマホで浮気更新所料金って調べてたのを見て唖然。本気で疑ってたのか。これからどう潔白証明するか悩みどころ。旦那に、私が出かけるのそんなに嫌？ということを聞いてみた。想像を斜め上の旦那の答えが返ってきた。家庭を持った人が自宅以外にいることはありえない。仕事は生きるためだから仕方ないけど、それ以外は家にいるべきってことらしい。どこからそんな考えが出てくるのか聞けば、親がそうだったと。確かに、うとめがお出かけしてるのを聞いたり見たことは私はないけど、そこまで深く付き合ってないし、まあデブ症なのかなくらいの認識だったけど、そうじゃないらしい。大雑把に言えば、今の旦那と同じ生活、仕事以外は外出しないを結婚以来ずっとしていて、旦那はそれを正しいと思って真似してると。旦那に言わせると、家族が人生の基盤、一番大事。常に一緒にいるべきだし、それを一瞬でもおろそかにするのは非常識。そんな非常識なことをするやつは浮気でもしてるに違いないと。浮気は確実にしてない。どんな調べ方しても構わない、潔白だから。とは訴えたけど、浮気疑惑どころじゃない、なんかこう。どっからどうしていいのかもわからない価値観、考え方もう今更見せられたようだわ。数ヶ月後、結局性格の不一致で離婚しました。